斉藤さん。山崎か。伊藤さんから伝言を頼まれましてね。参謀の伊藤が。伊藤さんもこんなところで新選組を潰されたんじゃたまったもんじゃないですからね。なんとしても沖田さんの暴走を止めてほしいと。それでことづてってのは。沖田さんは今ムクロ街で一番隊に招集をかけているようです。何？井上さん殺しの犯人に目星をつけたようで。何でも小無双を探しているとか。小無双？ご存じないですか。深い網笠かぶってよく尺八吹いてる連中ですが。いや、小無双のことはわかる。そうじゃなくて、小無双が井上を殺したというのか。さあ、私には分かりませんが、沖田さんは何か掴んだらしい。ですが伊藤さんはとにかく一番隊の暴走を止めるようにとのことです。斉藤さんにはムクロ街に向かっていただきます。山崎は？伊藤に伝えとけ。たまにはてめえも自分の足を動かせってな。いいでしょう。お伝えしておきます。ですが一番隊の件、確かにお願いしましたよ。気をつけてね。
毎度おおきに。いらっしゃいませ。それは俺のお稲荷さんだ。逃がすか。しつこいや。逃がすか。
いや。いただくで目障り。ちょっとお前、あんたの血が俺を強くする。何なんだ。ターンション。
らいすまへん。Damn!